まあこんな感じよね。センターポールがあって。はい。で今回のものは何でしたっけ？三股。三股。うん、これがだからあの普通のサーカス TC の要はセント、これは普通のワンポールテントの普通のあり方よね。はいはい。今までこれしかなかったから、うん、でみんなが苦労してあの DOD の二股のなんか、あ、はいはいはい、とかを使ってやるよったけど、あれすっごい立てにくいよね。なるほど。二股は。なるほどなるほど。でこれを3つにするから今度は強度的にもこれと同じ太さが3つあるから、うん、こんな感じ。これが普通の感じですよね。そうそうそう、普通の感じで、ここへ真ん中にあって、あの今までやってた人っていうのはその何だっけ、二股のなんとか、二股の極みとかそういうやつですよ、ね、そう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 。であれ使ったことないですけど、今使ってる人結構いるじゃないですか。なんか立てやすいんかなと思って。いや、なんかすごいアクセントするらしいよ。ああ、そうですよ、なんかそういうイメージがあるんですよ、ね、バランス悪いじゃん、2つだけ。そうですよね。2つなのに五角形を立てようとするとちょっと、ああ、そっか、これ五角形なのか。五角形、そっかそっか。六角形やったらまあいけるかもしれんけどね。ははは、五角形やけすごいバランス悪いよ、ね、なるほどね。どこにこう二股を立てるかじゃけ、二股やったらここら辺にポールが来るんかな。ああ、だからあのここの角っこに行くんじゃなくて真ん中とかに行くのか。そう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 、2つしかないから。そっかそっか、だからそれでまあ自分の都合のいい立て方じゃないけど、うん、過ごしやすい感じにやってくれっていうだけか。そうそうそう、まあ、それでも空間は広いよね、たまただけ。確かにこのポールっつうのが結構邪魔ですもんね。そう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 、そうそう、このポールが邪魔になるんですよ、ワンポールテントっていうのはね。そう、レイアウトするのにみんなこっち端っこに寄せなきゃいけない、真ん中テーブル置けるわけじゃないし、はいはいはい、だから大体ここで区切るんですよね。ここで区切って生活空間そうか、なんかあのなんかする空間。ああ、わかる、めっちゃわかりますそれ。なるほどね、それが今回のもので変わると。そうそう、サーカストリポット、トリポット、うん、今見るとわかるけど、これポール、ここにフックがおるんよ。ああ、服、はい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 、あの三つ股はないよ全く。ポールはついてるけどこれがついてないってことですか。そうそうそう、ああ、なるほど。で大体だって三角形で どっかにランダーつけなきゃいけない、偏るよね。はははは、だけ真ん中にこうつけたらええかなと思ってちょっとやったんですけど、あれね、俺すげえ疑問だったんですけど、あ、まあまあとりあえず物を見ましょうか。あ、そうか、ちょっと待ってください。はい、持ってみます。うわ、思った9.2 キロある。9.2 キロ。え、待ってください、サーカス自体が十何キロあるからね。そういうことは20キロぐらいの重さがあるってことか。20キロ以上ある。マジっすか。これだけで大荷物よ。要はそのポールをあれぐらい立派なやつにしようと思うと、うん、まあ、それぐらいの重さになっちゃうってことですか。そう、アルミで作ってほしかったけど、あ、なぜかアルミで出なかったっていう。でも耐久性考えてもアルミでもいけそうじゃないですか。普通アルミですもんね、アイポールって。あのフィールドアがこの太さで、ああ、ぶっといやつ、はい、あれで良かったような気もするんで。あれ全然頑丈ですもんね。これが頂上部ね、ちょっともういじってるけど外そうか。出た、絶対ホームセンターかなんかで買ったやつだこれ。いや、これね、はい、ダイソー。あ、ダイソー。これが一応、これとこれがあの足を止めるためのこの。ああ、なるほど。まだ当然試してはないんですよね、これ。試してない、今日初。初ですよね。だからうまくいくかどうかはやってみるとわからない。あなた次第。あなた次第。信じるか信じないか。あなた次第。まずボールを全部伸ばしていって。はい。長いっすね。長い。長い、重たい。で、これがね、このテントマークって入ってるやろ。はい、あ、はい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 。これがあのテントマークの方に向くように。テントマークの方に、あの、あれ貼ってるよ。なるほど。そうそうそう。あ、じゃあ向きもちゃんと決まってるわけですね。そう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 。じゃないとつきませんよっていう。なるほど。ちょっと緩めちゃうと貼れんだろうな。まあでも天幕デザインが今後やりたいのは、だからこのデラックスになんかまあ付属品をつけていくみたいなやつですよね。多分展開させていくんだろうと思うんだけど。なるほど、中にまず入れるのか。そう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 。でこれがついてるのが 下側。なるほど。
要はこんな感じで。ああ、うん、こうなるのか。そうそうそう。この辺から行こうか。二度も切ってるね。なるほどね、うん。なんか動画で見たけど、これを全く無視して立てるでしょ、こと。すっぽ抜けて痛い目に遭っちゃう。まあ、よくある感じのやつですよね。それポールのなんかこう、そうそうそう、ロックになってる。これをやっちゃうと無限形で。まあ、ここまでやろうとしたら自作は無理ですね。無理じゃね。まずこれを作るのに角度とかいろいろ考えなきゃいけないよね。このぐらいから要はこれを抜くんよ、はい、よいしょ。まあ偉そうに語るけど初めて立てる。これってやろうと思ったら、その最初にポール立てずに、このいきなり三股とかでもあできると思う。できるはできますよね、うん、ポール通して。そう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 。これから要はこの足を立てていくんだけど、これがちょっと大変だし、いきなり行っちゃおうか。いきなりは無理か。これはいきなりは無理だな。ちょっとこれ立てるのに大変かもしれない。あ、ちょっと待って。これは女子は大変かもしれない。よいしょ。これは多分女子は大変だ。やっぱ一個ずつ上げていくのがいいんですかね。そうそう、ポールはじゃないとちょっと重いね。あ、重いというかテンションがあるけ。よいしょ。重さがあるからだいぶテンションもかかりますもんね。そうそう、すげえ。なんかでも心なしかいつものサーカスよりちょっと浮いてる感じがね。高さがね、上にねちょっとある感じです。ちょっとポールが長すぎるんじゃない、これ。ちょっと長いよね。4センチぐらいなんか短くてもいいような。4、5センチ綺麗に入ってないね。よっ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 。あ、でもちょっとなんかずれてる感じしますよ。来る？来よる？あ、来よるね。こんなもんじゃないですかね。こんなもん、はい、じゃあこんなもんしとこうか。これくらいにしといたろうか。これくらいにしといてやろうみたいな。よいしょ。これはちょっと大変かもしれない思った以上に、うん、これって、うん、上にあの沢さんが後付けでやったやつあるじゃないですか、うん、これどうなってるんですか。ネジで、ネジを穴開けて、はい、ネジ山切ってネジ込んじゃう。なるほど、うん、まあそこ見せればよかったね。まあインスタに開けちゃうからね。まあ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 。でこれで、このカラビナがそうちょうどいい高さになってるはず。ほら、あ、ほんまっすね。人によってこれ手の届く位置が違うけ、あ、これは別に入ればいいし、こんぐらいならぶら下がっちゃっても頭当たらんけね。つうかこれ最初からつけててほしい機能ですよね。だって見て何もないだろこの辺。これ何もない。確かに。一応ランタンフックがあるから。ああ、え、その場合どこにランタン吊り下げる想定なんだろう。ああ、やるしかないよね。なんかこうこういうのでかませて、うん、なるほど。まあでもこっちの方が使い勝手は絶対いいですよね、うん、だってほら邪魔するものがありませんよっていう。レイアウトはしやすいよね、こっちしやすいですね、真ん中で、うん、動くのに酔っ払ってセンターボールにぶつかることもないし。それ重要だろう。確かに、まあ、なんか中にこうレイアウトしようって時に、うん、やっぱ一番のネックは真ん中どうするかですもんね。そう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 、こういう特にワンポールテントはね、うん、真ん中に要は人がおったら真ん中にテーブル置いてやりたいじゃん。あ、本来はね、うん、頭真ん中にストーブ置いたりとかですよね。そう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 、汗かいた。これはどうですか、その設営した感じ、うん、まあ
当然その普通にワンポールテントとして建てる方が楽なのは分かるんですけど絶対楽でも難しいか難しくないかで言うと、まあ、そこまでちょっと慣れればいいかもしれんけど初はちょっと大変かもしれない。なるほど。まあやり方としてはさっきみたいにこう3段ぐらい立てとくじゃないですか全部で1段ずつこう伸ばしていきながら広げていくって感じですかね。この大変さはやっぱあれなんですかね、このサーカス TC ってでかいじゃないですか、背が高いからまあある程度しょうがないっちゃしょうがないですかね。かもしれない。重いしね幕自体が。幕が重い上にあのポールが10キロぐらいあるんですもんね。そうそうそうなるほど。それを持ち上げていかなきゃいけないわけだ。上げれば上げるほどテンションかかってくるし。なるほど。まあでもそれをこう乗り越えれば、まあ、楽な快適な空間が待ってますよと、うん、もしかしたらこれを全部外しちょって立ち上げれば楽かもしれないけど、ね、あとはめれれれば。ああらかじめこうあのあれで打っておくじゃん。はいはいはい。あので広げた状態で中入れてかけずにかぶせて立ち上げればいけるかもしれない。後でかぶせるのこれ不可能ですもんね高さ的に。無理無理無理。かなりいいよやってしまえば、まあ、サーカスのねサーカスっていうかワンポールテントの良さは出るよね。良さは出ますよね、うん、まあもうワンポールじゃなくなるけどね。スリーポールになってますけど。そうそう。いやでもこういうことが前はできなかったんですもんね。そう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 。こうやってやるのがどうしてもここをかわしながら。ああここにありますからね、うん、まあ全然いいよねこれで。これの小さい版が出るじゃん今度4月。ああなんか出てました出てました。コンフォートソロか、ソロ用のサイズが出るってのも見ました。これがもうついたやつで。あれでもやっぱサーカスの良さって俺高さだ背の高さがあると思うんですけどどうなんですかね。あいつは一応立ったまま着替えれるよっていうコンセプトで作ってるから。そうなんですか。じゃあソロでもある程度の高さはあるってことか。俺もソロ用のテントが欲しいんですよ。あれ買いかもしれない。でこれのポールも一緒に出るけ。ああ合わせたら5万何がしになるけど。いやでもねあれが欲しいんですよね。薪ストーブが入る。じゃあもうワンポールが一番いいかもしれない。ワンポールになるんですよねやっぱ。そうなんだ。ペポライトの煙突穴付きとか出ないかな。つけれよ後で。後であのキットが出ちゃうじゃんああいうやつ。出てますね。いやいやいやそうか。でもあんまりやりたくないよね切る。そうなんですよ。ペポライトはね前見せてもらった時、うん、あこれいいなと思ったんですよ、ね、ちょうどね A 広さよあれ。うんうんうん。そうですよね、うん、これ何本ぐらいですか。これがなんかねデラックスやけこいつ4万何本やないかな、ね、だったらデラックス買った方が良くないですかっていうわけでもない。ポール入れたら超えるよ。あポールが1万6500円です。えこの三つ股、うん、そんなするんですか。マジですか。なるほど。仕上げをしてなかった。これを打っちゃうかんとポールが広がらないように。でも多分あれですよねこれあのサーカス好きな人ってやっぱずっとサーカス使ってるじゃないですか。だからまあ他のテントに浮気するってこともあんまりないだろうから、ね、これはいいもんなんでしょうね、うん、サーカスの人気は衰えんけね。うーん。あーなるほど。ポールが外へ逃げていかんように。あ、内側にね、打つわけですね、うん、そうそうそう。インナーつけるのに、じゃあ、ま、でも端っこに行くことないもんね。そうですね、まある意味デッドゾーンに。デッドゾーン。この端っこって立てもせんし、うん、物を置いてもね、スペース的に。そうですね、まあ置くとして荷物とかですもんね、多分。そうそうそう。まあこれはこれですごいええもんとは思うけどね。うん。広く使えるから。そうですね、ポールがないだけで全然違いますもんね。そうそう。これだけ。じゃあここにちょっとカンガルースタイルをやってみますよ。はい。よいしょ。これはね以前紹介したコットテントですが、どうです？いいじゃん。二つぐらい入ります。すごい余裕よね。めちゃめちゃ余裕ですよ。余裕でいけるね。いけますね。テーブル椅子を置いても全然広い。めちゃめちゃ余裕があるなこれ。もともと広いテントではありますもんね。そうそうそう。ただポールが邪魔で、その広さを活かせんかったっていうのもあるよね。まあ冬だとちょっとストーブとかあの辺が来るけ。そうですね。でもこれストーブ真ん中に置けるっていうのはやっぱでかいんじゃないですか。そうそう、うん、でかい。
いつもなんかあれですもんね、ストーブ置くときって端っこの方置いてましたもんね。だってどうしても真ん中でなんかしたい系っていうのが、あー、そうかそうか、で真ん中ホールがあるからストーブ置いちゃうとその近くに寄れないしってことですか。そうそうそう、あー、置いてもいいけどポールがあってなるよ。あー、そうですよね。すげー、開いた。まさかのそこのポールに引っかかる。ここのポールに、ここのセンターポールに引っかかる。このポールはなくせないですからね。これは無理だね、うん、これはだけあのさっき言ったらここに引っ付けれるやつ。ああ、はい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 、あの口になるやつですよね。そう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 、うん、あれが突き出てるね、ソロ。なるほど、だからあれがあればこれでも前閉めれるから。そうそう、でこれにつけるやつはあれどうやってくっつけるんですか。ここにないからみんな苦労してクリップとかで止める。あ、でコンフォートなんとかサービスって言ってここにジッパーつけてくれるんです。あ、なるほど。天幕出したら、あとビリビリテープで引っ付ける。ああ、なるほど。まあでもそれぐらいだったら自分で加工しようと思ったら、まあ大きいミシンがあるよね。ミシンがあるよ、何でもできる。ああ、そっか、ミシンがあれば何でもできる。何でもできる。元気があれば何でもできるみたいな。元気があれば、元気でやる気があれば何でもやる気があれば。まあこれがあった方が後でつけれる気いいよね、こういう。でもマジで芝生すごいですね。こんなだったかな、ね、こんなだったでしょうね。ちょうどまあ今一番枯れちょる時だっけね。あ、まあ、道具しまう時は大変よね、これ。あ、なんかあれが欲しいですよね、小型の掃除機じゃないけど。あ、安くどっか出さんかね。ねえ、キャンプ用に小型の掃除機ってのは絶対あったら便利だと思いますけどね。そう、あの空気入れにもなって空気も吸えたら、あ、ええね、いいな。ちょっと見せてもらいましょう、それ。ハイランダーの自立式テントの。そうそうそう、これ車高のやつなんよ。車高、うん、これも初めて組み立てる。これ外で組み立てた方が楽だったりしないですか。楽だね。でも外ね、芝がつくけやりたくないよ、ね、あ、そっかそっか。ほら、なんか真っ暗。ほんまや。ほら、あのタープといい真っ暗好きっすね。真っ暗好き。ちょっと高校か。さっきの贅沢割り、あ、ええね、この贅沢割りいいじゃないですか。あ、こと余裕で入る、この大きさなら。入りますね。あ、すげえ、これ。これ朝まで邪魔されずにぐっすり寝れるぐらい。ああ、すげえ。入ってみて、カメラ持って。なんか真っ暗ですか。真っ暗。わ、暗っ。多分カメラのめっちゃ暗いっすよ、これ。これね、あのね、暗すぎてね、ピントはなんか。そうやろね。暗すぎてピントが。わ、すごいっすね、これ、うん、めっちゃ暗い。ええ車高してるね、それ。車高がすごいわ。あ、そっか、じゃあメッシュとかじゃないんだ。メッシュあるよ、ここ。あ、本当だ。あ、じゃあどっちでもできるってやつ。そうそうそう。へえ、本当っすね、メッシュもあって、うん、じゃあこれからこの前にあれですか、テーブルとかストーブなり置いて。カリンティア。カリンティア、うん、のディフェンス4っていう。ディフェンス4、これ、何があるんですか。6、6、4、2があるんだよ。これが軍用の寝袋、うん、寝袋。よいしょ。こういうやつ。おお、かっこいい。なんかまあ買ってよかった品だな、これらも。あ、このハイランダーはいいかもしれない。ただポリエステルじゃっちから、あれじゃポリじゃから PE じゃけ結露するかもしれないね。あ、中がね、うん、あ、まあその辺はでもしょうがないっちゃしょうがないですよね、ポリエステル、うん、そうそう、うん、まあ、これである程度のレイアウトは完成と。あとテーブルと椅子ぐらいか。で一応その三つ股の3つのポールも、まあ、有効活用はできると。そう、ああいうポあのフックつければ、ね、そうですよね。でも端っこにあるけ、今度は邪魔にならんちゃ邪魔にならんよね。あ、真ん中じゃないですからね、うん、そうそうそう。
真ん中に結構いろいろぶら下げる形になっちゃいますもんね、うん、そうそう。しかしさっき話にも出ましたが違和感がありますね、ポールがないっていう。そう、なんかレイアウトがこうなる系なんか変よね違うテントに見えるよね。違うテントな感じですね、うん、まあ、でもそう考えたらずっとサーカス使ってる人からするとこう違いが出てまた面白い、うん、確かに感じですかね、うん、広さをこう有効に使えてね、うん、えー、ちゃえね、ちょっと高いけどねポールがでポールがちょっと5センチぐらい長いんじゃないかってことで、このスカートの部分が浮いてしまうような形になるみたいです。他の方のレビュー動画でもそういう感じになるっていう話だったのかな。なので5センチ切りたいとこだけど、構造的に切るのが結構難しいと。サーカス TC デラックスのこのフラップの部分がこうなってるんですけど、僕が持ってるワンティグリスのやつだとこれを広げてこっち側でこうビーって止めるようになってるんで、そういう構造だともっといいのかなって感じがするかな。おお、本当だ。本当はだからここにあるってことですよね。ここにこの真下にボールがある、ね、うん、だからこういうことはできないですよね。こうやって足伸ばして、そう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 、ね、これ広いですよね。快適性はだんだん上がったね。もともとね天幕だから広いけど、うん、そうそうそう、もうちょっと高ささえなんとかなりゃ、うん、だけに。そうですね、うん、これが当たり前になってるんだよ。でも、べったりつけたいよね。あの、あそこのラインまで。わかります、わかります、ね。まあ、汚れんようにっていう、あれもあるんかもしれんけど。ああ。でも、風が入ってくるんで嫌って。なんか、スカートの意味が半減するっていうか、うん。そうそう。あれもそうじゃなかったっけ？パンダ。ああ。パンダも高い系、柱切ったっていうのを見たことがある。なるほど。うん、で、あの、あそこまでべったりつけた。冬用に、うん、ものを切ったっていうのも記事があった。なるほど。全体的に高いよ。ということで今回は、佐田さんご協力のもとですね、サーカス TC トリポッドをご紹介してみました。ちょっとね、マイナス面はあるかなっていう感じもしたんですが、かなり広々とですね、テント内を使えるんじゃないかなと思います。ぜひですね、サーカス TC をお持ちの方は見てみてはいかがでしょうか。それでは。